浜ナノオスツボは、ゴマのハグサかゴマのハグサ族の多年層。かつて、エゾヒナノオスツボの変種とされていた。エゾヒナノオスツボと、同じく生育地は、海岸の岩場と似るものの、草の全種、草丈の大きさその他に、違いがあり、現在は、かつての分類上の基本種の変種ではなく、独立した種として認められている。かつて、 基本種とされたエゾヒナノオスツボと比べ全体に小型。茎は細く4両があるが、著しくない。葉は耐性して短い傭兵があり、葉心は長さ5から10センチメートル、幅2.5から8センチメートルになる。葉の先端は尖り、円には先の尖った教師がある。下記は7月。茎の先に分子する円水果樹をつけ、花をまばらにつける。 花柄は細く繊毛が、まばらに生える。果敢は小さく長さ5から7ミリメートルで、壺形で先は神経になり、上唇は2列し、下唇3列し、下唇の中央列辺は反り返る。湯髄は4個あって、果敢下唇側につき、横に広い楕円形の薬の円が裂けて、花粉を出す。仮湯髄が1個ある。湿髄は1個で、下中は花外に伸び出す。 果実は、長さ5から7ミリメートルの先の尖った三角錠卵形の果てになり、方感劣界する。種子は楕円型でごく小さい。歯髄染熟で、花が開くと花柱が花の外に伸び、重粉して下水する。この時、地花の薬から花粉は出ていない。その後湯水が伸びて、薬の縁が裂け、花粉を出す。これによって、同一の花からの受粉が避けられる。 日本固有種。本州の岩手県中部から宮城県北部にかけて分布し、海岸に生育する。ありがとうございます。